地図がいるんだ。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。龍蔵、どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。さあどうなるかな。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。
尋常に勝負。カルチンタスタ、スガルセルメ。よく戦ってくれた。多勢に無勢かと思いきや、まさか全て討ち取るとは。助かった。石膏は生かしておくな。必ずや猛虎を退かせよう。助けて。動くな。助かった。猛虎は人じゃねえ。あの森見たく島を丸ごと呪うつもりなんだ。何を見た。奴ら鹿を殺したんだ。鳴き声が聞こえたし、腹綿のような腐った匂いもした。そやつらを見つけ、二度と鹿を殺さぬよう懲らしめねばな。いるはずだが、砦に入れん。待っておれ。かけろ、タズ。
させる。さあ、お前さえも全部か。似合ってる。名をつけねばな。空天をもかけよう。許せ、空。いつか穏やかな旅に出ようか。陸の患者だ。撃ってこい。負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い。みんなに何してるか知ってんだよ。待たせてしまったな。驚いたね、侍に助けられるなんてさ。お主ミナトか。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主はリクの手下であったとか。し、やめな、聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になるとリクの気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど、
本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。リクが眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜、北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。鎧のことは忘れな。あんたのためだ。リクはメシーだと聞いた。光をたどるほどならば見えたのか。または猿が助けたか。
彼からは逃げられぬぞ。そばで見ておるからな。鎧といえど心の内までは守れはせん。あれはないのか。来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。猿ども、何を手に持っている？火の矢が役に立つな。火を起こせれば。殺されて間もないようだが、誰に？
のかの文だ。財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、
この俺の鎧を、そして猿神様の神力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。熱心であろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。さて、外へ出るか。この鎧、下にお似合いですな。在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸のむくろにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。Go!
たたりとなるか頼りとなるか。